ただいまご紹介いただきました、独立行政法人国際協力機構 JICA 大阪国際センターの川路でございます。本日は京都コンピューター学院創立40周年、誠におめでとうございます。一言祝辞を述べさせていただきます。京都コンピューター学院は、今から40年も前、日本で コンピューターが今日のように生活の必需品とは誰も考えていなかった時代に京都の地で日本の若者のためにコンピューター専門教育機関を設立するという優れたビジョンを実践されましたさらにはこのコンピューターというものが世界の平和と繁栄に重要な役割を果たすとの理念から 海外の若者に対する支援も独自に行っておられます初代学院長長谷川修行先生はじめ現学院長長谷川靖子先生並びに関係者の皆様方のご苦労とご努力に深く敬意を表します私たち在家は発展途上国の経済発展と 平和構築のお役に立てるよう様々な分野で技術協力を実施している独立行政法人です私がおります大阪国際センターではパートナーである世界の国々から政府や民間のリーダーリーダーの卵と言える方々をお招きし年間1500名以上の皆さんに技術研修や 地域交流の機会を持ってていいただいております私どもが研修コースや交流事業を計画する際いつも心がけているのは JICA 大阪国際センターが関西という日本文化の中心に位置していることを活用し海外からの友人たちが日本の技術に触れるのみならず関西という地が 文化と伝統を大切にししながら発展してきたこのことは京都コンピューター学院さんが京都の文化と精神を慈しみながら日本の将来を担う若者と日々接しておられることとよく調和いたしますこのような観点から国際協力を本文とする 私たち JICA 職員にとり、京都コンピューター学院はとても尊敬すべきパートナーだと思っております。実際 JICA は京都コンピューター学院との共同研修コースを1994年に開始し、今年で10回目を迎えようとしております。研修の参加者はエチオピア、 ガーナタンザニアウガンダザンビア、ジンバブエ、マラウイ等多くのアフリカ諸国から来日していますが参加者が研修を終えて帰国する際参加者の皆さんから一様に京都コンピューター学院の優れた IT 教育国際理解の理念国際貢献の情熱に対し 深く感謝すする言葉を聞いております創立40周年という晴れの日に JICA 大阪を代表してご挨拶申し上げる機会をいただきましたことに対し深くお礼申し上げます最後になりますが京都の心を生かし技術と文化の融和をもって多くの国の若者を育ててこられた京都コンピューター学院と 新しく独立行政法人として、この10学から生まれ変わったジャイカとが、今後も共に学び合いながら、世界の平和と発展に貢献できることを信じまして、私のご挨拶とさせていただきます。ご臨席の皆様、本日は本当におめでとうございました。ありがとうございました。